チャオ、あっちゃんです。今ちょっとね、面白い情報を得たんでね、ちょっともう早速ね、忘れる前に動画にしようと思ってね、ちょっとめっちゃ面白い、ものすごいあっちゃん腑に落ちたのよ。だからね、これはね、みんなにお話しようかなと思って。で、何かっていうとね、あっちゃんねるちょっとね、再生数が最近落ちてきててね、再生数を上げるようなことしゃんなあかんなって考えなあかんなと思って、どんなんか面白い企画考えなあかんなとか思いながらいつも、ちょっと今最近暮らしてんだけどもね、その中でね、あっちゃんっていうのは、やっぱり、あっちゃんねるって何？まあ、あっちゃんの今視聴者さんが、あっちゃん今年の11月で9年なんだけども、ずっと見てくれてた人、もちろん最初からじゃなくても、あっちゃんをずっとさ、見始めから今までずっと変わらずあっちゃんを応援してくれて見てくれてる人、途中で離れた人、途中でアンチになった人、いろんな人がいてるよ。で、その中であっちゃん以外の他の配信者さんを見てる視聴者さん、もちろんあっちゃんだけを見てる人って少ないと思うね。いろんな人見てると思うよね。で、その中でね、ちょっといろんなその話をね、聞いたりしたりすってんけども、その中でね、ほんまに腑に落ちたのは何かっていうと、これはね、別の動画であっちゃん言おうと思ってた話なんだけども、自分の知的レベルとか自分のその魂のレベルに大他人間同士しかつるまれへんっていう話があるのよ。これまたいつかしようと思ってんだけど、その話とリンクした時にね、ものすごい腑に落ちてんけど、あっちゃんの動画が面白くない、あっちゃんがクソやとか言っとるやつもおる、もちろんアンチね。で、あっちゃんが楽しい、あっちゃんの動画が一番面白いって言ってくれる人もいてる。なんでそんな差が生まれんのかなって。だからあっちゃんのことアンチしてる人は誰しもアンチしてんのか。そんな尖った人おらへんだよ。その人にもファンがあんのよ。好きな人があって、推しがおんのよ。その推しは何なのかって言ったら、あっちゃんがよく言う、汚い家に住んでて、ゴミくずみたいなもんを食べてとか、汚い食べ方をしたり、口に含んで吐き出したりとかね、物を粗末にしたりとかね、ゴミ屋敷に住んで、まあ人もあっちゃんも言われへんねんけど、ゴミ屋敷に住んで、まあ底辺な生活してる人とか、ただ単に視聴者に暴言吐くだけとか、横柄な人とかいっぱいおんのよ、配信者の中には。で、その人たちが面白いっていう人がおんねんね。で、やっぱり人のことをアンチしといて、この人が面白いねんっていう人がおんのよ。で、どんな人なのかなって見に行ったら、なるほどなと思うのが、レベルが低いなと。言い方悪いけどもね、ほんまに汚い配信をしてんのよ。なんでも汚いって、そのね、なんていうのかな、ほんまただ単に汚い大食いの仕方する人とか、ほんまにね、口いっぱい含んで吐き出したりする人とか、料理作って投げ捨てる人とか、あと何やろうね、なんか喧嘩配信したりとか、まあもちろん物申すけもせえし、人の揚げ足取ったりするやつとか、そんなんを見て喜んでる人が多いのよ。で、その人たちがあっちゃんのアンチしてるね。で、あっちゃんを応援してくれてる人って、そんなあんまり見に行かへん人が多かったりするしね。で、結局やっぱり自分のレベルに応じた人を見ている人が多いんじゃないのかなってあっちゃんは思った。それともう一つ、あっちゃんの言うてることをバカにして見下してるんじゃなく、あっちゃんを、お前そんなこと言うと、さっきのね、上岡龍太郎の話じゃないけどもね、まだそんなこと言うとんのかって、また偉そうに言い切ってそんなこと言うて、もう嫌っちゃのーって、かわいいのーって、ちょっとこう上からね、見下ろし、見下しじゃなく見下ろしで、うんうん、かわいいかわいい、わしが育てたるわみたいなね、そういう人が見てるパターンが多いね。要は上の人は下のレベルを見ても、ああ、やっとることってのは分かんのよ。でも下の人間っていうのは自分より上の人間が言うとる言葉が分からへんねん。だから何言うとるか分からへん、伝わらへんっていう人がおるみたいだよね。だから、やっぱあっちゃんの配信見ておもろくない、あっちゃんの配信見て、何言うとるのか分からへん、伝わらへんって言うとるってのは伝わらへん状態、アホすぎて理解できへんのよ。だからそれよりも低レベルなものを見て楽しめんのよね。変な話ね。しょうもないね、なんだろうね、身の丈に合うてないような動画を出してる人とね、結局あちゃん今 TikTok 行ってね、 TikTok 何が流行りなんかなって見に行ったら、やっぱり踊ってんねんね、可愛い女の子が可愛い踊りしてんのよ。
それを見て真似してやっても可愛い女の子やから需要あるけど、あっちゃん見たらしょうがね、いくらそんな踊りそったかってね、バカにされるだけで誰も見てくれへんのよ。バカにされてる、バカにされたらあかんねん。人を、これはね、芸人がやって、アホの坂田が言ったんちゃうかな。アホの坂田ってみんなバカにしてるけど、芸人っていうのは笑わせなあかんねん、笑われたらあかんねんっていうね。結局バカっていうのは笑われて笑わしてると思ってんのね。そうじゃなく笑わさなあかんねんね。でそれができてないから、ね、若い子がやって喜ばれてるからと思って真似して踊ったところで単なるバカにされてるだけなんよね。だからそういうやつら、同レベルのやつらにしか楽しんでもらえへんのね。それとか、ね、汚い格好して汚い暴言吐いたり、汚い面してね、面って自分の顔じゃないで、汚いなりしてね、暴言吐いたり横柄な態度を取っててね、やったらあかんことやったりする配信者が受けて、あの人はすごいとか面白いって言われてるけどね、まあそのレベルなんやってあっちゃん思ったよ。だからあっちゃんの場合はやっぱり神岡龍太郎さんがね、やっぱあっちゃんはすごいメンターであって好きやったっていうのもあって、今日ちょっとその神岡さんの動画が出てきて見たことによって思い出したことがあってね、やっぱりそういうね、あっちゃんはどっちか言ったらへりくつ王やねんね。だからあいつはほんまにへりくつ言うなっていうのが褒め言葉で、そのへりくつが伝わってへりくつやねん。伝わらんかったらその人にはポカーンあんないよ。そのへりくつが伝わるから、あいつまだそんなへりくつ言うとんのか、おもろいのを言うて見てくれるっていうのはあっちゃんと同レベルか、まだ上の人たちなんよ。あっちゃんより下の人間はそのへりくつを聞いたところでわからんのよ、ポカーンあんないよ。だからあっちゃんが冗談で言ったんでも真面目にとって、こんなこと言うとってあいつはあかん、通報者なあかん、アホやから伝わらへんねん、だからそれを通報するって言えばいいんだけど、要はね、ほんまに街中で、西部警察の大門さんがね、ショットガンぶっ放したらね、うわ警察が街中でショットガン散弾銃なんかぶっ放したら流れ弾一般人に当たったらどうすんねん、通報者なあかん言うとんのと一緒やねん。あっちゃんがエンターテインメントでバカなこと言うてんのに、それを真に受けて真面目に通報者なんかあんで通報してるやつはやっぱり頭が悪いよ。知能レベルが低いからエンターテインメントと実際のことが区別ついてない。だからそういうバカっていうのはバカみたいな配信見て喜ぶんよね。まあ、そこは理解できたわ。だからあ、なるほどなと。でだからね、アホはアホが集まるところはアホしか集まらへん。だからそこに集まったアホっていうのはあれ面白いよねって言ってるのがほんまにアホみたいなやつしか見てないよね。言っちゃ悪いけど、だからほんまに朝まで討論会とかね、 NHK 打算会とか見とるやつが絶対おらへんと思うんよね。あっちゃんもあんまりそれは見ない。なんでか言ったらあっちゃんそこまで知的レベルは上じゃないから見てもわからへんから。でもね、朝まで討論会は面白かった、見てた。でなんていうのかな、昔ね、その国会議員とかがこう話してね、選挙じゃない、国会中継とかもあっちゃんたまに見んねん、好きで。でも国会中継見とっても言うとることがみんな分からへんから見んのよね。あっちゃんあの番組結構好きで見んねんけどもね。だから国会議員の国会議員とか議員の何やら演説会とかも結構あっちゃん好きで見んねんけども、言ってることがよく分かるんやけども、分からん人がおもろないんよ。おもろい話でもうねん。だからあっちゃんがね、大学院の講義聞きに行っても絶対おもんないから居眠りするよ。だってあっちゃんそこまで知能レベルがついていかへんから、おもんないのよ正直。それと一緒であっちゃん見ておもんないってやつはあっちゃんレベルが低いねやってあっちゃん分かった。もちろんあっちゃんがおもろいのかおもろないのかじゃなく、あっちゃんの言ってることが分かるよって言ってくれる人っていうのは同じぐらい、あっちゃんと同じぐらいか、あっちゃんにまだ上の人やねんて。だからそれぐらいの知能レベルの高い人のためにあっちゃんは放送してんねんから、バカのために放送してない。なるほどなって今日分かったんよ。だからあっちゃんのことをバカにしてるやつってさらにバカなやつを見て喜んでんねんなっていうのが分かったから、でも緊急動画にさせてもらってんけどね。だからあっちゃんのことをバカにするやつを大事にする意味はないなって、バカはバカ見とけ、それでええんちゃうかって思った。だからわざわざ人を見に来てグダ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 言うのはアホやから、それの区別がつかへんのと、アホすぎて自分より、レベルの高い人間を見てなんていうのかな、それを叩くことしかできへん。でなんでかって言ったら、
アホやから、アホすぎて人の言うことが分からへんから、それをアホに見えてくるのよ。ね、ほんまにレベルの高い人は自分より下の人を見たら言うとることは分かんねん。もちろん言うとることが分かりすぎてアホっていうのが理解できんねんけども、そのアホは言うとることが理解できへんでアホに見えてくるのよ。ね、そういう通り、このあっちゃんの言うとる意味すら多分分かってないと思うよ。この意味が分かってくれる人っていうのはあっちゃんと同レベルか、あっちゃんよりも頭のいい人やとあっちゃんは思ってる。だからほんまに自分よりアホのことの言うてることは分かんねん。分かった上でアホやなって分かんねんね。でもアホっていうのは自分より上の人の言うとることはさっぱり分からへんのよ、アホやから。だからこの話っていうのがついてこれへんのやとあっちゃんは思う。いかがでしょうか、あっちゃんの視聴者さん、あっちゃんのファンのみんな。多分あっちゃんのファンのみんなはね、この話すべてうんうんうんって納得してくれると思うよ。だから今日もね、ライブであっちゃんの赤サムネいいねん、納得できんねん、うんうんって思うこといっぱいあんねんって言ってくれるけど、赤サムネ思うないアホみたいなとか言ってね、通報したりバットマーク押してる。バットマークあっちゃんはね、なんていうのかな、収益率上がるから押してもらったら全然いいんだけど、バットマークの数見とったらよっぽど世の中アホいねんなって思ってしまう。だからそれだけアホってこの中世の中多くって、だからこの世の中っていうのはピラミッドになっててね、可視光のトップがおったらだん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 この底辺に行くほどアホに広がっていくね。そう、頂点よりアホの数が多いね。だからアホの数が多いからアホ向けに作った動画は見られんのよ。だから神岡龍太郎だけど、可視光向けに作った番組ってあんま見られんけど、アホ向けに作ったらテレビって見られんね。だから YouTube も TikTok も何でもやけど、見られようと思ったらアホ向けの動画を作ったらええねん。でもあっちゃんはアホ向けの動画は作らない。だってアホめんどくさいから、アホ相手にとって何の得もないからね。だからアホ向けの動画作るって再生稼いとるアホはアホの中で楽しんどったらええねんってあっちゃん思うね。だからほんまにちょっと賢い人はそんなしょうもない動画見もせえへん。もちろんあっちゃんおすすめに上がったら出てこないのボタン押してさようならする。二度と見ない、それだけです。だからやっぱりね、気になって気になって、 あっちゃんのこと気になって仕方がない。だからあっちゃんの話題でいつまでも何年経っても何年経っても何年も前のあっちゃんの話題で話すんねん。アホやから話はすんねんけども、言うてることが分からへんねんけども、あっちゃんのことが気になって仕方ないんでね。あっちゃんはそんなアホのこと一切気にならへんから、そんなアホのやつポンって消してしもたらもう見ることも何もないね。ただアホはアホで迷惑やねんね。嫌がらせしたら嫌なことしようが、で降りかかる火の粉を払っていかなかなからアホの証拠を集めなあかんから、たまにアホのチェックはすんねんけどね。もうそろそろチェックしちゃうんでなるんちゃうかなとあっちゃん思ってんねんけどね。まあアホっていうのはこの世の中からなくならへんけど、アホはアホ同士つるんだってください。であっちゃんよりもあっちゃんと同レベルか、あっちゃんより知的レベルの高い人はあっちゃんと一緒に楽しんでいきましょうということで、今日のあっちゃんのこの動画、理解できたよ、納得できたよ、よくわかった、面白いわっていう人、ぜひぜひ高評価で、分からへん人はね、あっちゃんのこの動画の意味の分からへん人はね、あっちゃんにアホな人だと思うんでね、あっチャンネルからさようならしてください。二度と見ないでください、それが一番です。はい、ってことで今日のあっちゃんのこの動画、良かったよと思ってくれる人は高評価、悪かった、面白くないわっていう人は、もうさようならして一切見ないでください、教えていただきましょう。3点点点であるところのボタンを押すかどっかしたら、この動画をおすすめにあげないっていうボタンがあるから、それを押してください。でブロックできるからブロックしておいてください。多分あっちゃんおすすめに上がらへんと思うんで、あっちゃんのことをね、目の前から消し去ってください。もう見ないで、あっちゃんのこと考えないでください。逆に考えられてると思うだけでも気持ち悪いんで、さようなら。でここまで話して理解できる人、これからずっとあっちゃんのこと応援してね、よろしくね。じゃあまたね、バイバイ。